水天宮は東京都中央区日本橋柿柄町にある神社。福岡県久留米市にある久留米水天宮の分社である。地下鉄水天宮前駅と直結している。安山祈願で有名なので若い夫婦の参拝が多い。1階は全天候型駐車場で大きなコンクリートの箱のような趣で神社らしい雰囲気はあまりない。 白木造りの社殿はこのコンクリートの土台の上に構築されているためかなりの高さがある。社殿の正面におごそかなデザインをした6階建てのビルがあり、中央の階段を上がると2階の境内に入ることができる。階段の両脇には提灯が備えられてある。著名な神社にしては敷地が狭いが建物全体を免震構造にするなど、 現代的な設備を持った都市型の神社である。雨のみなかの神、安徳天皇、高倉平中宮の2位の2。江戸時代より安山、小授けの神、お水手具様として人々から熱い信仰を集める。妊婦や子供を授かりたい夫婦あるいは無事出産できた夫婦などが、安山や小授かりの願掛けやお礼参りなどで人波が途絶えることがない。久留米の水天宮は、 クルメ藩歴代藩主により推計されていたが、文政元年9月、旧大藩主、有馬よ折のりが、江戸、三田のクルメ藩江戸上屋敷に文礼を勘定した。これが、江戸の水天宮の始まりである。藩邸内にあったため一般人の参拝が難しかったが、江戸でも信仰者の多い水天宮への一般参拝の許可を求める伺い書きを幕府へ提出。幕府の、こうした事例は、 関与しないとの見解を得た上で、同年から毎月後の日に、一般開放された。その人気ぶりは、情け有馬の水天宮という地口も生まれたほどであった。有馬家の会計記録には、水天宮金というさい銭や奉納物、お札などの販売物の売上項目があり、その金額は、安政年間の記録で、年間2000両に上り、財政難であえぐ久留米藩にとって、 貴重な副収入だった。明治4年、有馬家屋敷が移転することになり、それと共に赤坂に遷座したが、翌明治5年、有馬家中屋敷のあった、現在の日本橋柿柄町2丁目に移転した。江戸鎮座200年記念事業として、社殿の建て替えを行った。それに伴い、平成25年3月1日から平成28年4月7日までの間は、 日本橋浜町の明治座そばに仮アが設けられていた。これは少なくとも昭和40年代初期にかさ上げ工事をして2階建てとなって以来ほぼ半世紀ぶりの先座である。平成28年4月8日より新社殿への参拝者の受け入れを開始した。新築に合わせて最新の設備が導入され、社務所や待合室は非常に現代的な造りとなった。 さらに社殿だけでなく、山道や回廊など境内全体に、免震構造が採用されている。小蔵大事業は2020年に、日本建設業連合会主催の第61回 PCS 賞の一つに選ばれている。有馬家との縁は続いており、2016年現在の、宮司有馬来博氏は、有馬家の第17代当主である。水天宮水天宮は、文政元年、 クルメ藩主の有馬よりのりが、三田赤羽の藩邸内に、クルメ水天宮を誕生したのが始まり、明治5年に、現在の日本橋柿柄町に移った。安山、水難除けの神として知られ、毎月5日には、縁日が開かれ多くの参詣者で賑わった。縁日の際に、参道では、鏡餅が売られ、購入した参詣者には、厄除けのため、 日内ち石で、切り火が切られた。藩紙に包まれた鏡餅と、吉井助作と書かれた紙を添付した日内金と、日内ち石の絵あり。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、水天宮より、抜粋水天宮の例大祭は5月5日であり、縁日は毎月5日である。これについて、当社では、毎月の5日が縁日であることから、 例大祭が5月5日となったとしているが、総本宮のクルメ水天宮では、逆に、例大祭が5月5日であることから、毎月の5日が縁日となったとしている。ありがとうございます。